さん、待ち望んでいた時計が来ました。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ずっと欲しかった時計の一つ、くー、どうだ、綺麗さは。綺麗だね。フラフーボーだが、まあまあ綺麗だな。綺麗だ、綺麗な方としましょう。純正ブレス、これが回るのね。これほら、これ回るタイプか。まあそこそこだろうな、そこそこだな。ここも動くんだ。そう、インダイヤル、そしてこのベゼルも動きます。裏蓋はスクリューバック。ではね、せっかくなのでムーブメントも少し見ていきましょう。まあ、詳しく表記はされてないです。何のムーブメントか、そのキャリバーナンバーなんかはよく分かりません。ちょっとねじっくり見てみますが、その刻印たりやそういったものがないんですよね。だからまあキャリバー何なのかよく分かりませんが、見たことあるようなないような。そう、ここで持ってインダイヤルも動くんですよ。このリューズ、上のリューズでインダイヤルも動きます。そう、キャリバーナンバーは分かんないんだよね。キャリバー何かよく分かりません。調べてもね、なかなか出てこない。相当にやっぱりなんか少ないみたいですね。数が少ないみたいです。で、ちょっとこの裏蓋もね、かなり小さめですね。時計自体が大きいので、ケースの大きさがかなり大きいので、ちょその分ですね、裏蓋がちょっと小さめな感じですね。リコーのムーブメント、何ジュエルなんだろう。リコー何ちゅうあれかな、ムーブかな。おしどりはここ、ここだね。これをじゃあ押します。優しく押しておこう。よし。で、いつかねこれもオーバーホールしちゃいましょう。今日は一旦閉じときますと。年代的にはいつなんだろう、61215A。 ラブタに書いてる？書いてねえな。リコーワールドタイマー、いやー欲しかったなこれ。サイズ感やっぱ結構でかいんだね。初めて見るけどサイズ感はかなりでかい。では本日のヴィンテージサロン、そう、リコーのワールドタイマーです。まあ欲しくて購入したんですが、まあかなり狙っていました。以前、前々から狙っていたモデルになります。リコーワールドタイマー、製造は1970年代です。詳しくはよく分かりません。この表記があんまりないんだよね。リコーの場合、このシチズンとかセイコーと違って、この裏蓋の表記でもって判断するというのは難しいもんで、なかなか難しい。その年代的には難しい。ムーブメントは21世紀、先ほどちょっと開きましたがね、国産ブランド、そう、ヴィンテージの中でも国産ブランドで、
43ミリのケースケです。かなり存在感があります。ヴィンテージ1970年代、ヴィンテージでもその当時でも相当に存在感があったと思われます。今でさえね、現代でさえこの大型の時計がね、かっ歩してる今現在ですけど、その中でもかなり、まあ、大きい感じがします。うん、大きめです。存在感も相当にあります。1970年代のその当時の雰囲気っていうのはかなり出てますね。で、このね、ベゼルもね、回転します。ベゼルも回転して、でここはね、それぞれ都市の表記っていうのがね、わかるかな。ベゼルには書いてます。日本は東京だね。東京ってなってるんです。で、インダイヤルも回転します。インダイヤルも回転する。これはあれだね、セイコーのスピードタイマーでもこういった機構ありますね。で、デイデイと。で、ここのプッシュボタンで日付、デイの早送りはね。で、デイトの曜日の早送りはないです。ハック機能もなし。ハック機能もなし。リューズは1段階引くだけ。マジック、ねじ込みロックはなし。美しいね。これは本当に美しいな。面白い時計ですね。で、まあ俺が購入したこの、まあ本当はね、結構まあ高くて、結構いろんなのを探してはいたんですが、かなり高いんですよ。かなり高くてね、なかなか買えずにいたんですけど、デッド級みたいなのが出てきました。今回はデッドストックっぽい感じと言えども結構傷があるね、うん、で、なんでこのね、購入の決め手っていうのはやっぱこの傷っていうか腐食もあるな。まあ仕方ねえ。この辺はね、ブレスがね、純正ブレスなんです。ほら、ここまで綺麗にブレスが残ってるのってすごい珍しいなと思って。ヴィンテージの場合、ブレス、そのステンブレスがね、残ってないのがほとんどなんだよね。残っていてももうボロボロだとか、使い込まれてるとか。これはね、相当になんか綺麗だな。こんなに綺麗なことってあるってぐらい綺麗なんですよね、ブレスが。だからやっぱりあんまり使われてなかったのかもしれない。まあ、1970年代、かなり当時としては大きい時計だったんでしょうね。存在感は相当にあります。で、裏にはね、裏はスクリューバック。リファレンスナンバー 61215A。で、まあ、ステンブレスのこの残り方も相当に綺麗だったね。相当にお買い得でした。大体まあ結構な値段するんだよね。5万ぐらいとかしますから、このワールドタイマー結構ね、いろいろ見てたんですけど、大体5万ぐらいが相場だったんですけどね、その半額以下で買いました。ずっと狙っててね、たまたま買えたんですけどね。いやー、いいな。いやー、欲しかったんだ。めちゃくちゃ欲しかったんです。最近とかがこのヴィンテージの値段が上がりすぎちゃって、ここで紹介してるから上がったって言われるんですけど、そういうのもやっぱりあって、リコの時計結構いろんなモデル、今でこそそんなにないですけど、ね、自動巻き、これは自動巻きですね。自動巻き昔結構あったんですよ、うん、でその中でも珍しいのとかもありますから、なかなか面白いブランドです。国産ブランドですからね。なんていうか、この日本っぽい感じだよね。なんていうか、こう、うん、日本臭いこの時計です。ヴィンテージ感も漂い、この若干のね、こうなんていうのかな、すすけ具合もヴィンテージ感が出て、とはいえなんかものすごく日本臭い時計だね、うん、いや、色合いとかね、ちょっと日本っぽい感じだよね。日本製っていう感じがちょっとしてます。うわ、いいな。でも、うん、いかがでしたでしょうか。本日のヴィンテージサロン、リコーワールドタイマー、欲しかった時計の一つ、
ぜひあなたも手に入れてみてはいかがでしょうか。うん、美しい。ということで、本日のヴィンテージサロン、まあ、リコーのワールドタイマーですね。リコーのせい、あの時計は結構ね、まあ持ってるんですが、結構そのヴィンテージ、昔はね、まあ今回のワールドタイマーは1970年代ですけど、結構昔にはあったんですよね。で、まあ今回欲しかった時計の一つ、ワールドタイマーっていうモデルですが、もう一本あるんですよ。もう一本、このワールドタイムっていうのかな。うん、ちょっとまた今回のとはまた違ってるんですけど、このマップが表示されてる、文字盤に表記されてるっていうか、そういったモデルもあるので、そっちもまあ狙ってるのの一つです。で、まあこのワールドタイマー、リコーの時計なんですが、いかんせんね、数が少ないです。相当にまあ数が少ないらしくて、意外とその価格帯も高いです。結構高い値で取引されてる感じですね。今回はまあたまたま本当に安く買えて、で、まあ純正ブレスがものすごく綺麗だったんですよ。普通まあヴィンテージの場合、純正ブレスがもうぐちゃぐちゃになってたり、まあ、もうすごくもう汚くなってたりっていうのは結構あるんですが、今回のこのワールドタイマー、かなり純正ブレスが相当に綺麗でした。なのでまあその購入に至ったんですよね。買った値段はだいたい2万ちょっとくらいだったっけな、2万5000円ぐらい、欲しないぐらいでしたけど、それぐらいで買えるのはなかなか珍しいと思います。かなり安かったんですよ。たまたま買えたぐらいですから、相当安かったんですけどね。でもまた面白い時計ですね。ヴィンテージの割にものすごくでかいです。ケース系がものすごくでかいので、今のこのデザイン的にも、なんていうのかな、今にもこう、現代にも通用しそうな感じでした。次回またね、いろんなこのリコーの時計、なかなか面白いのとか結構あってね、ぜひまた皆さんも探してみてください。面白いの結構あります。本当に面白いのがあるんでね、好きなまあモデルも何個かあったり、これからまた狙っていきたいのは、ここで言うとね、また値段が上がったりするのであんまり言わないようにしてですけどね。ということでね、こういった日々の作業、そしてなんていうかな、こういった買い物したものなんかはね、よくね、インスタ、ツイッター、そちらでも早々とアップしておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。ということで、本日のヴィンテージサロンは、リコーのワールドタイマー、たまたま安く買えたのをね、ご紹介してみました。ではまた次回もヴィンテージサロンでお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.